一方、昨日は奥州市の国道でもクマが出没しました。視聴者が捉えた映像には逃げる人を追いかけるような姿も映っています。これは昨日午後5時ごろ、奥州市水沢の国道397号線新小谷荷橋付近を走る車から捉えた映像です。やばいやばいやばい。道路を横に行った人を追いかけるようにクマが道路を渡る姿が映っています。この映像を撮影した人は、すれ違う時にクマだって気づいて、そこでこう動画を回し始めて、怖いなと思いました。結構な速さで走ってたので大丈夫かなとは思いましたね。警察によりますと、この付近ではこの1時間ほど後にもクマの目撃情報が寄せられていますが、怪我人などの情報はないということです。撮影した人の家族は、この道路の近くには学校もあるので通行する方はぜひ注意してほしいと話しています。